ってママお仕事してたんだよっていう気持ちを伝えます。こんなに長く同じメンバーで撮影をさせていただくことってなかなかないので、本当に居心地のいい現場で本当の家族のような気持ちになってくるというか、うん、皆さんが今愛してやまないものってありますか？犬を飼ってるんですけど、はい、出かけて帰った時にもう最大限にただいまって、ただいまとお帰りを犬と存分に分かち合う、ごめんねってママお仕事してたんだよっていう気持ちを伝えます。メダカを飼ってるんですけど、はい、やっぱり帰ってきてただいまって言ってメダカはもう何にも反応してくれないわけですよ。メダカとしては迷惑かもしれないですけど、やっぱ見てると癒されるので。メダカ最近流行ってんのかね。あれも目覚ましだってね。あの時もね、メダカの話になったんですよ。え、コーヒーさんですか？コーヒーナッツさんと木村拓哉さんがメダカの飼ってて、流行ってんの？いや、コーヒーさんがブリーダーみたいな感じなんですよ。あ、そう。そう。みんなに配ってる。みんなに配ってる。俺はコーヒーさんがもらってないんですけど、その日も拓哉くんに持ってきたんやとかって言ってたの。メダカの差し入れって。メダカの差し入れ。愛してやまないもの。いやいや、もういいじゃないですか。今ちゃんとメダカの話しましたから。私はもう家族がやっぱ一番なので、うん、はい、もう本当、でも本当普通にいくらねこういう仕事してっていてもやっぱり支えて、ね、もらってるのは家族だと思ってるので、ね、さらっとおっしゃるところが本当によりかっこいいなとよく言われますよ。